誠とミクの誠の間。皆様こんにちは。サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんどうも、女優の佐藤ミクです。さて1月から始まりました誠の間。この誠の間は現在多くの創作写真集をプロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、サブカルなどのクリエイターの皆さんの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。それではまずサブカルチャークリエイティブプロデューサー誠さんの略歴をご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身で、ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動されていく中で、コスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようになるための誠の間プロジェクトを始動。ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識をもう生かしながら、これからのクリエイターの育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして昨年9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。さてそんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤美久は普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は私もブルガリアソフィアで開催されたイベントで、私の主演映画22世紀寓話が招待され、舞台挨拶もさせていただきました。そしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組と、新しく4月から始まった毎月第2第4土曜日お昼2時30分からの放送の新番組輝きベビールームでもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。さて今回もサブカルチャーを中心としたいろんな情報満載でお送りしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初のコーナーは誠の自由研究のコーナー。このコーナーはいろいろなサブカルチャーについて誠さんが独自の視点で注目された人や物、トレンドなどについて、まさにタイトル通りご自由に研究されてきたテーマについて発表いただくコーナーです。今回は何の自由研究について発表いただけるんでしょうか。今回はですね、はい、今の女子高生に超人気の闇かわいい、はい、この闇ってあの病気の病の方の闇ですね、はい、この闇かわいいアイドルグループの、はい、悲劇のヒロインシンドロームという、はい、あのアイドルなんですね、はい、この悲劇の劇はあの攻撃の劇なんです、ね、あなるほど。で悲劇のヒロイン症候群って書いて悲劇のヒロインシンドロームって呼ぶんですけど、はい、のこれの代表的な楽曲にですね、はい、孤独なシンデレラというものがあるんですね、はい、でそれから見るこの現代の高校生の悩みとか闇、うんはい、この闇はあの暗闇の骨、はいはい、とまあ、についてお話しさせていただきたいと思います、はいはい、悲劇のヒロインシンドロームさん、悲劇のヒロインシンドロームさん、はいはい、この孤独なシンデレラって楽曲はですね、はい、あの女性目線 の、はい、あの都合のいい女になってしまったとしても、うん、あなたといたいっていう気持ちを歌った歌なんですね、はい、でこういうふうに言うと、はい、なんかこの一途な愛とか、そうですね、こうなんかもう本当にこう湧き起こる愛情みたいな、そういうふうなイメージを持つんですけど、はい、僕が思うのはこの曲はそういう愛情というよりも、いろんな寂しさを歌った歌だなと思うんですね、はい、こう生活の中で自分の居場所がないというところに寂しさを感じて、まあ、そういう背景があってですね、はい、少しでも自分を必要としてくれる人がいるとその人にすがってしまう、はい、で、まあ、都合よく利用されているっていうのが分かっているんだけど、でも必要としてくれるならそれでもいいといった感情を歌っているのかなと思うんですよ、はい、ちょっと複雑な感じもしますね、はい、うん、でそれこの曲が女子高生に受けてる、はい、ということはそういう寂しさを感じている女子高生がとても多いんじゃないかなと、ね、はいはい、思うんです、はい、でその原因って何だろう、はい、と思ったんですね、はい、で僕が思うのはこの、その寂しさの原因の一つって、はい、やっぱりこの SNS の発達っていうところが結構大きいんじゃないかなと思うんですよ、はい、ネットってまあ、ネットとか SNS、はい、
って人の陰口が目につきやすいんですよね。なるほど、はい、でこの SNS がなかった頃はじゃあ陰口がなかったかっていうとそうでもないと思うんですよ。いつの時代もやっぱりこの陰口みたいなのはあると思うんですね、はい、なんだけどその昔はその陰口が陰で完了していたのが今このネット SNS でこう匿名性を利用して その公開をするんだけど誰が言ってるか分かんないみたいな顔の見えないっていうことですね。そういう陰口が起こしていると思うんですね、はい、だからそこをその言われている本人がうっかり見ちゃったという可能性が結構高いんですよね。なるほど、うん、でそうすると自分は悪口言われてるのは分かる、はい、けど誰が言ってるのか分かんない、うん、でそれが例えばその普段一緒にいる仲良しとか親友とか言ってる人がもしかしたら自分のこと悪く言ってんじゃないのかなって思ってしまうとやっぱりそれがこういろいろ憶測をこう湧き起こってしまって、はい、で不安が呼びそれ何を信じていいか分かんなくなっちゃう。そこで寂しさも生まれてきてしまうってことですね。そうなんですよね。疑ってかかってしまうってことですね。そうですね。そう、はい、でもう一つですね親が SNS に慣れていないっていうのも結構大事かなというのもあります。はい、今の高校生の親の世代って、はい、まあ多分40代ぐらいが多いと思うんですね、はい、でその頃ってツイッターとか LINE とかインスタってもちろんないですよ。そうですね、てかそれどころか、はい、携帯電話が全然一般的でなかったんですよね。そうですね、はい、はい、だから親が子供の世代に何が起きてるのかっていうのがなかなか把握しきれないするのが難しい、はい、で子供は子供でその親に相談しようにも、うん、その親がそういった経験をしてないからどう相談していいか分かんないっていうのもあると思うんです。そこでこの親と子供がちょっとまたこの意識に差ができちゃって、そこが寂しさにつながるのかなと思ったりします。会話がなかなか続かなかったり、ね、今のこの流行ってるものっていうのがってことですよね。そうですね。なるほど。そうじゃあそれで、はい、今の高校生ってどうすればいいのって話ですよね。はい、そうですね、はい、で結構ちょっと難しいこと言うかもしれないんですけども、はい、僕が思うのは物事の闇、これは暗闇の方ですね、はいはい、をきちんと受け入れるっていうのが大事かなと思います。なるほど、うん、どんな物事でも、はい、まあ人でも、はい、そのなんかいろんな業界でも必ず闇の部分、暗闇の部分ってあるんですよ、はい、それがないところってないと思うんですね。うん、だからそこをきちんとそれがあるっていうことを把握して、うん、その上でこのいいところも見て、うん、自分の身を置く場所を決めていくっていう判断力を身につけるっていうのが大事かなと思います。なるほど。この曲でこういろんな今の現代の子たちの、うん、現状というのがちょっと結構伝わってくるのかなっていうふうに思います。うん、やっぱり結構僕もその女子高生の子たちと話していて、うん、そういう相談を受けることもあるので、あ、うん、そうですよね。便利になってからこその、まあ、ちょっとこういいと悪い部分というか、そうなんですよ。そうですね、うん、デメリットの部分も出てきてしまいますね、うん、そうですね。それもね、闇は必ずあるんです、はい、では今回、悲劇のヒロインシンドロームさん、ぜひ皆さん検索していただいてお聞きいただければなと思います。いかがだったでしょうか。ちなみにこの研究発表につきましては、あくまでも2020年4月時点での、誠さん的研究発表ですこと、あらかじめご了承ください。以上、誠の自由研究のコーナーでした。誠的カーテンコール。続いてのコーナーは現在サブカルチャークリエイティブプロデューサーとして活動中の誠さんですが、実は学生時代アマチュアミュージカル俳優でいらっしゃったそうで、今でもよく舞台鑑賞には行かれるそうです。そこでこの1ヶ月でご覧になられた舞台について熱く語っていただこうというコーナーです、はい、今回はアラジンについてお話しいただきたいと思います。はい、このアラジンについて皆さんご存知の方多いかと思いますけれども、千夜一夜物語の、アラジンと魔法のランプを題材に1992年に、ディズニーがアニメ映画として制作、2014年にはブロードウェイでミュージカルとして上演され、日本では2015年から劇団四季が、日本版のミュージカルを上演しています。2019年にはハリウッドで、実写映画化され、興行収入120億円を超える大人気作品となりました。ということで、ちょっとこの誠さんにすごく簡単に、はい、ストーリーをお話しいただけますか。はい、はい、みきちゃんはこのアラジンの主人公は知ってますか。はい、もうアラジンです。そうですね、はい、はい、じゃあヒロインは
あ、ジャスミンですね。あ、そうです、そうです、ジャスミン、はい、ジャスミン。で、もう一人、結構この物語の重要の鍵を握るかのキャラクターがいるんですけども、わかりますよ。わかります？ジーニーです。あ、そうです、そうです。あのランプのせいですね。はい、はい、ランプのせい。で、それともうこう何ですかね、ヴィランズっていう、まあ、悪役？あ、わかります？そうでしたね、ヴィランズ、はい、うん、なんとなく、はい。悪役の名前わかります？あ、悪役はわかる。わかんない。が、あのね、ジャファーって言うんですよ。あ、はい。そう、言われればわかりますよね。はい、そう、まあそのジャファーの企みを、そのね、アラジンと、はい、あのジーニーがまあ一緒になってこう、はい、なんていうのか、阻止しながら、はい、ジャスミンとの恋をこう成就させていくみたいな、すっごい乱暴な話ですけど。でもご存知の方多分ほとんどだと思います。そう、はい。まあ、その、劇団四季の名アラジンをご覧になられた、ね、そうですね、はい、うん、ということで、まあ、どうでした、ですね、まずですね、はい、ミュージカルのアラジンとこのアニメとか実写のアラジンで大きく違うところがあるんですよ、はい、それがアラジンの相棒、はい、わかります？あ、うわ、お猿さんです。お猿さん、そうそう、お猿さんアブーってお猿さんがいるんですけど、はい、そのアブーが、はい、そのミュージカルにはいないんですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、その代わりにこのアラジンの友達3人組っていうのがいて、はい、それがカシーム、はい、オマール、はい、バブカックっていう役の3人組が、はい、名前の、カシームは分かります、カシームは分かります、そう、はい、本当ですか。はい、分かります。あ、そうなんだ。で、その3人が、はい、結構その3人の歌もあったりするんですよ。へー、うん、なんか王宮にこう乗り込む時に3人がその活躍するっていう場面もあって、はいはい、それはミュージカルだけのあの場面だからすごく面白い。へー、うん、で、あとまあ、同じようにジャファーの、はい、あの悪のね、大臣のジャファーのオウム、はい、がいるじゃないですか。あれも、はい、あのイアーゴっていうんですけども、はい、そのイアーゴもオウムじゃなくて人なんです、はい、へー、うん、それもすごくユニークに、はい、悪にこうなんか部下としてこのなんていうユーモラスに、はい、演じていたりして、それも結構面白いんです。で、いいですね。僕はですね、ミュージカル見て、このミュージカルのアラジンを見て、はい、本当にわ、すげえなーって思ったのが、はい、めちゃめちゃ華やか。へー、すごいですよ。魔法のランプを取りに行くシーンがあるじゃないですか、はい、そこって金銀財宝わーっていう場面なんですね、はい、そこがもう本当ステージ上が全部金銀財宝でキラッキラなんですよ。でも、はい、もう豪華絢爛みたいな感じで、すごい。で、さらにアラジンが王子様に変身して、はい、で、ね、ジャスミンの国にこの入っていくパレードのシーンも、すごい、はいはい、そっちはね、華やかっていうか、ですね、上品、品のある美しさ。白とか薄紫とかそういうなんか、この貴族の色みたいなのをこの使ったこの衣装とか装置とか使ってすごい綺麗、うん、で、また一番有名なね、魔法の絨毯のシーンね、飛ぶんですか。飛びますよ。すごい。飛びますし、星空がわーって、うん、そこもやっぱ星空の綺麗さっていうのがすごい出てます。で、まあ衣装もね、王族だから綺麗ですし、うんうんうん、もうなんかとにかくすごいいろんな種類が綺麗とか華やかってこんなに種類があるんだって思えるような、うん、そういう舞台でしたね。あ、なるほど、はい、うん、いいですね、アラジン。ちょっともう一回私も見てみたいと思います。そうで、あとですね、ちょっと、はいはい、余談なんですけど、はい、ちょっと聞いた話なんですけどね、はい、昨年公開された実写映画のアラジン、はい、あれってジャスミンの物語なんですって。あ、そうなんですか。そう、ジャスミンの物語として描かれているらしいんですよ、はい、だからこの伝統と自由と国の存続という間で揺れるジャスミン、ね、だからジャスミンの一人で歌う歌もあるんですね。あ、はい、うん、今追加される歌、その実写映画に伴って追加された歌がジャスミンの歌なんですね、はい、だからミュージカルを見るときはこの華やかさとかを意識してもらって、実写映画を見るときはこのジャスミンの気持ちっていうのをこう意識してもらうと、いろんな見方ができますね。そうそうそう、楽しいと思いますよ。あ、なるほど、ありがとうございます。私ももう一回ね、改めて見たいなと思いましたが、見てみてください、はい、ありがとうございます。以上、誠的カーテンコールのコーナーでした。漫画を語ろうのコーナー。
さてこの漫画を語ろう、略してマンカタのコーナーですが、日本のサブカルイコール漫画アニメということで、やはり日本が世界に誇れるコンテンツの一つとして漫画がその中心を成しており、それぞれの世代や性別、趣味や思考によってその好きな漫画の種類は千差万別です。ではその各自のこだわりや思考、好みなどについて、あえての、絵が見えないラジオで語っていこうというコーナーです。ということで今回もスペシャルコメンテーターとして漫画家の、真田千佳先生にお越しいただきました。真田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは簡単に真田千佳先生の略歴をご紹介させていただきます。真田千佳先生は鳥取県のお生まれで、大学在学中に別冊フレンドで新人賞を受賞し、漫画家デビュー、卒業と同時にソニーミュージックとの、共同企画五つ星プリンスの連載がスタート、単行本全2巻、その後、侮れないね北見くんを連載、単行本全2巻、現在はウェブ漫画、コミックウェブ漫画サイトコミック維新で、異世界で第三王子の専属マッサージ師になりましたを連載中、また、週刊スピリオールで、4コマ漫画高尾さんの婚活を不定期連載中、こちらは、作画担当で共同ペンネームは、真田高尾ということで、他にも、企業のプロモーション漫画やイラストキャラクターデザインを手掛けていらっしゃる、今注目の若手女性漫画家のお一人です。さて今回は、誠さんと、私佐藤美久、そして真田先生のおのおのの、思い出の、漫画、2作品学園もの編ということについてですね、いろいろお話しさせていただければなと思います。はい、誰が行きますか。誰から行きましょう。いつも僕らから、じゃあ真田先生から先生行きましょう。はい、もう一気に2作品1個ずつ行きましょう。はい、では私一つ目は高校デビューです、はい、タイトルは分かります、聞いたことあります。本当ですか。はい、さえないじゃない中学まで部活招致だった女の子が、はい、ちょっと高校は恋愛をしたい、かっこいい彼氏が欲しいって言って一念発起して、モテテクを自分なりに考えて、頑張るんですけど、はい、自分磨きを、はい、まあセンスがなくて、はい、ちょっとずれた方向に行ってしまい、でご縁あって学園のアイドル的なヨウくんがプロデュースしてくれることになりまして、胸キュンじゃないですか。胸キュンなんです。実写絵描かですよね。されてましたよね。そうですね、水本純平さんが多分出演されてたかなと思います。はい、あんまようでした。あ、そうなんですね。もう思いが溢れて、すごい、ほっといたらずっと話しちゃう。高校デビューって言葉も流行りましたよね。結構流行りましたね。はい、中学校からこう高校生にこう花開くというか、よく使ってたなと思います。私も。あ、そうなんですね。はい、使ってました。はい、じゃあ次、じゃあ私いきますか。はい、私はですね、宇田のぞみ先生の、田中くんはいつも気だるけっていう漫画なんですけれども、知ってます。タイトルは知ってます。私アニメ見てました。ですか。そうなんです、アニメ化もねされてるんですけれども、この、主人公、田中っていう子がいるんですけど、田中くんなんですけど、もう常にもうこのタイトル通りなんですけど、無気力でずっともうずっと学校の机の上でこう寝そべってるっていうのが、もう特徴なんですけれども、で、相棒みたいな子がいて、太田くんっていう子がいるんですけど、はい、その子がいつもその田中くんを、担いで学校に行くギャグ漫画ですギャグにも近いですね。でこの、田中くんピアノが得意で、私の好きな、ところが、ピアノが得意なんですけど、ふるさとを弾くんですよ。はい、でだんだんそのふるさとが悲しいふるさとに半分どんどん下がっていくみたいなっていうシーンがめちゃくちゃ可愛いところです。はい、そんなね気だるけな感じがね、またいいな、ほのぼのしてるのでぜひ見てみてください。じゃあ誠さんお願いします。はい、僕の一つ目はですね、僕のヒーローアカデミア、あ、今ジャンプで連載している漫画ですね。いや、これもすごい、やっぱ学園ものとしては僕はもうこれっていう感じ。そのね、能力いろんな、もうたくさんのこうてか全自分以外全員がこう、特殊能力を持っている中で、それを持っていない主人公のデク君が、
あ、まあ最終的には所属持つんですけれども、はい、そのなんていうかな、この頑張って、その悪い世の中の悪い人たちをこう、ね、倒していく、うんうん、でこうヒーローになるために頑張るみたいな。なるほど。そうなんですね。そうで、キャラクターがめちゃめちゃいろんなキャラクターいて、それぞれすごいこう、はい、それぞれとんがりがあって面白いです。魅力的ですね。好きなキャラクターは？いや僕はね、なんだ、トドロキショートくん好きなんですよ。あの右が火で左が氷、どっちだった逆だったかな。あの火と氷を同時に使えるっていう、最強系の、野菜と最強系のめっちゃ強いじゃないですか。そう、めっちゃ強いですよ。これ 2.5 次元舞台化もね、あ、してましたね。人気な作品でもありますからね。人気ですね。なるほど、うんうん、ありがとうございます。じゃあ2作品目いきますか。はい、じゃあ佐々先生からいきましょう。はい、ストロボエッジ。あ、ストロボエッジ、はい、なんとなく、はい、そうですね、なんとなくなんですすいません、私 あんまり読まないでしょ。私勝手にもう前回からも思ってるんですけど、国民的漫画だと勝手に、はい、ストロボエッジもありますよね、実写されてますもんね、うんうん、はい、私はもうあれ中学校の時、はい、読んでいて、私は高校生になったら絶対こういう恋愛するんだと思いを張ってて、わかります。少女漫画読んでるとなんか、あ、こういうことできるんだってか、もうなんか自動的にこういう出会いあるんだろうな、屋上行けるんだとか思いません？屋上は行けませんよね、大体の学校なんか。あ、行けましたよ。あ、本当ですか？鍵閉まってますよね。大体鍵閉まってますね。屋上でこんななんかいいなとか思いますよね。お昼とかねとか電車でなんかクラス一番のイケメンが、はい、なんか別に頼んでもないのに送ってくれるみたいな。もう嫌気止まらないですよね。こうなるんだろうなって思ったら、ならなかったですね。現実を知りました。なかなか漫画でもね、キュンってするだけで、ストロボエッジですね、ありがたい書物でした。その時に2作品とも結構こうメジャーというか、そうですね、皆さんがタイトルも、うん、あ、知ってる知ってるっていう感じの、うん、王道が大好きなのでさすがです、はい、じゃあ私行かせていただきます、はい、ミクちゃんの2作品目、私はですね、佐野奈美先生の坂本ですがっていう作品なんですけど、これもアニメ化されてますけれども、これ完全にギャグです。めちゃくちゃギャグです。まあ坂本くんっていう、やることなすことが全てスタイリッシュでクーリッシュなクレソな方なんですけれども、私の好きなところは、あるまあちょっと不良の先輩が言いまして、で、お前ちょっと面貸せよって言われたんですよ。そしたら分かりましたって言って紙粘土出して、紙粘土だったかな、紙粘土出してそこに自分の顔をバーンってやってその紙粘土を落とすっていう面を貸したんですね。がめっちゃ面白くて、あとはこうなんかまあ嫌がらせで机と、うん、椅子をどっかに隠されちゃったわけですよ、うんうん、坂本くん。そしたら、うん、窓際に座って、ティーチャー授業始めてくださいっていう、かっこよい。てかもう面白すぎて全部が、うん、なのですすごいおすすめです。読んでみます。はい、読んでみてください。人生幸せですね。本当にスタイリッシュすぎて本当にかっこいいです。何をさせても、はい、ぜひ読んでみてください、はい、じゃあ誠さんお願いします、はい、僕の2作品目はですね、アイズっていう、うんうん、はい、名前だけ知ってる、うん、高校生ぐらいだったかな、はい、高校生か大学生ぐらいの時の、はい、恋愛系の漫画ですね、うん、へー、で、この愛図っていうのが愛、私、英語の私の愛なんですよ、はい、の複数形っていうような感じで、みんなね、名前が愛で始まるんです、その主要キャラが。で、それぞれの私の物語みたいな感じ。なるほど、うん、へー、はい、でその面白そうですね、うん、すごい恋愛としてもやっぱね、高校生ね、うん、そういう時期なのでものすごくこうそれこそこういう恋愛してなって思いながら、うん、できねえなってい う、いろんなキャラクターの、うん、恋愛が見れるっていう漫画、うん、とまあでも蓋を開けてみると結構そのハーレムものなんですけどね、でもすごくそのなんかただただこのハーレムって感じじゃなくって、こう物語性が強い、うんうん、なるほど、ちょっと調べてみます。はい、短編集っぽいんですか、その主人公が変わるっていうの、うん、長い、あ、うん、ちゃんと絞られて、メインのキャラは絞られててみたいな、うん、そうですね、ということで、うん、話はつきませんけれどもでは皆様いかがだったでしょうか、皆さんの好きな漫画はランクインしておりましたでしょうか、以上漫画を語ろうの、学園もの編でした。
皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました、こちらの新番組まことの間、皆さん今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間毎月第2第4日曜日お昼12時から放送しておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。さてまことさん、今回はいかがでしたでしょうか。やっぱりね、漫画を語ろうが楽しすぎますねそれはわかります、でも漫画家の先生の好きな漫画を知る、はい、知ることができる機会ってあんまないでしょ。そうですね、結構貴重な機会だと思います。はい、はいね、私ももう一回見たいなと思います、うん、はい、それでは、誠の間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆様、ぜひ次回も誠の間よろしくお願いします。